グッドイチオシです。今日のテーマはこちら、国内外の VIP が宿泊、究極の昭和レトロホテル。老若男女に人気のある昭和レトロホテル、今回は国内だけでなく世界の人々も魅了する昭和創業のホテルをご紹介します。うわー、絶景ですね。上皇様が座ったってことですか？はい、あのマリリン・モンロー様、召し上がった当店自慢のオムライスでございます。今回紹介するのは、国内外の VIP に愛されてきた究極の昭和レトロホテル。静岡県伊東市にある昭和11年、1936年創業の川名ホテルです。創業当時から変わらない格式高いクラシカルな雰囲気を楽しめるだけでなく、さまざまな場所で世界の VIP と同じ体験ができて、早割で予約するとなんと1万円台で宿泊できちゃうんです。さあ、今回は昭和風のジャケットとスカート、そしてカチューシャで決めてみました。上品になってますか？いらっしゃいませ。こんにちは、木野と申します。川の手に原でございます。川の手に45度ありますね。これから楽しいところを少しご案内させていただきますので。どんなホテルなんでしょう？レトロな雰囲気ありますね。ありがとうございます。重厚感ありますね、このロビー。これが第1ロビーでございます。なんか入ってきた瞬間にガラッと雰囲気が変わって、映画の中に入ってきたのかなっていうような気持ちになりますね。川名ホテルを作ったのは、帝国ホテルの創始者を父に持ち、自身も後にかの有名なホテル大倉を創設した大倉財閥の2代目大倉喜七郎。イギリス留学の経験を持ち、その華麗な生活ぶりからバロン大倉と呼ばれていたといいます。イギリスに留学してるとお城を日本で作りたいと。ですからここはイギリスのお城をコンセプトとして作られているホテルでございます。ロビーには大理石を使った暖炉や、ヨーロッパの城にもある魔除けの彫刻、巨大なシャンデリアなど高級資材をふんだんに使用し、西洋の文化を取り入れていて、最も象徴的なのがこの暖炉の上の、これはホテルの紋章でございます。イギリスでは各お城に紋章があります。じゃあそれをイメージして一番目立つところに。イギリスではライオンなど強さを象徴するものが紋章にされることが多く、喜七郎が選んだのは空の王者ワシだったといいます。暖炉の裏へ回ってみると、なんとこちら側もでも暖炉あるんですか？この暖炉っていうのは向こうとこちらが一対の暖炉、煙突は一つなんです。こちらはちょっと壁紙とかが和風な感じがします ね。和の雰囲気ありますね。これ何をイメージしてらっしゃるかお分かりですか？何でしょう？竹です。こうやって竹の節を作ってタイルで竹を表現イメージしてる。確かに竹に見えますね。金色の壁紙とこの竹とよくマッチしてますね。そうですね、やはり日本ですから和のテイストも入れされたんでしょうね。海外に来るお客様もいらっしゃるので、その方々に満足いただけるためにはしっかりと日本であるという部分をお入れされた。洋の中にも和のテイストをお入れになる、それも男爵様のご希望だったんだと思いますが、日本人だからこそ作ることができた日本風西洋の城、その豪華な建築や内装などを創業当時から守り続けたことで2016年有形文化財に登録されています。そんな格式高いホテルとあって訪れる人もすごいんです。その名残を感じさせるのがこちらがライブラリー、読書室となります。読書室、はい、ここも昭和レトロ。もうなんか置いてある家具一つ一つが高級感あって、椅子もこれも昭和の初期という開業当初からの椅子でございます。これが男性用、こちらは女性用でございます。男女で違ったんですか？はい、女性用は背もたれがありません。帯が見えるように寄りかかっちゃいけない。はあ、お着物だった時代に、はい、スターが座ってたかもしれない。もちろん座ってらっしゃいますね。私が知ってるだけでも何人もスターが座ってらっしゃいます。お名前は言えません。お名前言えないんだ。政治家、それから歌手の方も俳優の方も文豪の方もゆっくり読書をしたり筆筆をされたりお使いになってらっしゃいますね。さらにこれが男爵様のオリジナルの椅子、今の上皇様がこの椅子で執務されてます、
上皇様が座ったってことですか、はい、そう、川名ホテルには上皇ご夫妻がプライベートで2度も訪れているのです。その際お使いになったというのがこちらのデスクセット。どうぞお座りになりますか。いいんですか。座りください。いやそのままゆっくりと後ろへ。びっくりした。怖がらないで、そのまま後ろと大丈夫でございます。大丈夫ですか、はい。こちらは当時では珍しい特注のリクライニングチェアなんです。昭和に来た感じです。そうですね、昭和の偉い方みんなこんな椅子ですもんね。上皇様が座ったと思うとなんかちょっと背筋が伸びますね。さらに1階のサンパーラーではあの世界的スターが愛した日本生まれの料理が楽しめるんですよ。川のホテルで一番人気のオムライスでございます、うん、あのマリリン・モンローさんも召し上がってもらえず。マリリン・モンローさんがですか。ありがとうございます。これを、はい、マリリン・モンローさんが新婚旅行で上手なじおさんと一緒にここにお泊まりになって、その時に夜お腹減った何か食べたいっつって夜お作りした夜食なんですよ。で、美味しかったんで次の夜ももう一回食べたいって二晩続けて召し上がったオムライスでございます。同じ味、そのままの味を再現してます。うわスターの心を掴んだその味は、うん、デミグラスソースちょっと甘めでケチャップライスがトマトの酸味を感じられるのでこうバランスよく美味しいです。チキンもこうゴロゴロ入っててちょっと素朴な味で懐かしい感じもするオムライスですね。嬉しいですね。でもこう日本で生まれたものがこう世界でも愛されるっていうのは。海外のVIPが気に入ったのは食事だけでなく、こちら川のホテルのロケーションでございます。うわえ、綺麗ですね。ありがとうございます。いやうわ絶景ですね。あ、ゴルフ場ですか。そうです。こちらでは絶景の中でゴルフが楽しめます。伊豆大島と富士山が望める2つのコースがあり、世界のゴルフ場100選にも選ばれるなどゴルファーも憧れる場所なんですよ。この絶景に感銘を受けたセレブが、アメリカの石油王の一族として知られる大富豪ローレンス・ロックフェラー。ロックフェラーさんが川のホテルにお越しになった時に玄関から入った正面にこの風景が見えるんですね。この風景は何だと、私もハワイに作るホテルに採用したいと言ってハワイのホテルに採用したんですね。そうしてできたのがハワイ島最高峰のゴルフリゾートマウナケアビーチホテルだといいます。なんか誇らしいですね。日本でイギリスのお城を模して作ったものが逆にこう海外に出ていくって、ね、なんか夢みたいですね。私も夢みたいです。今後ろに映っているマリリン・モンローさんが食べたのと同じオムライスをあの絶景を見ながら楽しめるんですよ。かなり贅沢ですよね、うん、しかも歴史と伝統も味わえるというホテル ねしみじみと噛みしめたいですよね。さあ食べるだけじゃありません。泊まるとなりますと一人当たり1万円台から部屋によっては泊まれるということで早割りがお得なので皆さん早めに予約をしてください。以上グッドイチオシでした。